まあ、今日ですね、ここで交尾まで至らなくてもですね、まあ、こういうのが一回スイッチが入ればですね、今後すごく、まあ、今夜ですね、期待できます。本来ワニは夜行性ですから、日中こういう行動になることはありません。これは人為的に誘起させているので、こういう行動になっているだけであって、こういうことが一回あるとですね、今夜あたりもしかしたら交尾が成功する可能性は高いですね。ワニは人間と同じぐらい寿命があるそうで、死ぬまでも繁殖可能だということで、まあ、30手前だということで、あと何十年かは挑戦できるそうなんですね。はい、またまあ、ポジションも大変素晴らしいんですけれども、まあ、一旦ここでお開きさせていただいて、また来年の機会をあと数十年できるということなので、お付き合いいただければ嬉しいと思います。今日はありがとうございました。